Peggy 12.突如出現した荒神、アルダノーバの急襲により旧日本近海に建設中だったエイジス島は半壊。同日、エイジス計画を強力に推進していた当時の極東支部支部長ヨハネス・フォン・シックザールがエイジスの崩落事故により死亡。フェンリル本部によるそんな公式見解とともに、アーク計画は 粛々と闇に葬られた。多くの犠牲が生み出した痛みと孤独は、癒されることのないまま再び始まる日常に塗り重ねられようとしていた。 近いうちにまた会おう。